井手町は、京都府の南部に位置し、鈴木郡に属する町。南北約 4.5km、東西約 7km、面積18.04平方 km。木津川の支流である多摩川が町を東西に縦断しており、春になると花見をする人々で賑わう。町内の地域としては、田が、井手、有奥域と分かれる。町域の約7割は山林。 田園風景の中に、石下テラートや平城系にあった、なんと七大寺の一つ、大安寺の河原を焼いたとされる、石橋画用の遺構などの史跡が存在している。奈良時代の貴族、政治家で、井出町に別荘を持ち、井出の左大臣と呼ばれ万葉集の戦者とも、伝えられる立花書景ゆかりの地として知られている。京田辺市から見た井手町、多賀地区の円形井手町には、 末期が見つかった、魅力古墳や、横穴式石室の高月古墳などがあり、古くから人が住んでいた。奈良時代の有力貴族橘花処刑は、五みの地に、相良別業という別荘を作り、また五み寺を建立した。工事2年の五号を超えずによれば、橘花処刑の館や五み寺が記されている。また、平安時代には、玉川流域が、 山吹の名所として和歌に読まれた。こまとめてなお水かハム。山吹の花のロソフイデの玉川新古今週、藤原春勢玉川の岸の山吹影見えて色なる、波に変わず亡くなり、食古根、後鳥場院1953年8月14日15日の南山城水害では、玉川堤防が決壊し、井出町内だけで死者、行方不明者、計109人、全壊。 流出個数278個を出す大災害となった。町の主要産業は農業と土木業だが振るわない。農家人口は1985年の約2000人から2005年には約1200人になった。ベンチャー企業を育成するため新産業育成施設への入居が2001年に始まり電子機器メーカーなど5社が入居した。2003年に 町工場統一条例を制定し、二社の誘致に成功、パートを含め約四百五十人の地元雇用につながった。平成二十二年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると五五五点パーセント減の八千四百五十四人であり、増減率は、二十六市町村中十八位、三十六行政区域中二十八位。井手町山吹、 ふれあいセンター、玉水駅中心となる駅は玉水駅であり、2003年3月15日のダイヤ改正により快速停車駅となった。なお、東庁西部を流れる木津川に架けられた玉水橋を渡り、京都なべ川に出ると、近鉄京都線、宮間木駅、片町線 JR 三山木駅も利用可能となっている。両駅は、 東町役場より 1.7km の位置にある。東町内に路線バスは通じていないが、国道307号が徒歩圏となる地域では、京都京阪バスの山城大橋停留所、高口停留所が利用可能で、近鉄京都線新田辺駅、片町線京都田辺駅、及び宇治田原町方面へ行くことができる。高口停留所からは、常用市青谷方面、乗り合いタクシーも、 利用可能で、1日3往復、日、木の実の運行ながら平和道や常用郵便局へ行くことができる。また、東町南側に接する木津川市が都保県となる地域では、木津川市、コミュニティバス山城線の渋川停留所、渋川西停留所が利用可能で、JR 奈良線棚倉駅、上、駒駅及び、関西本線木津駅へ行くことができる。 一般国道不動玉川の桜並木立花処刑の旧石石下寺と六角井戸河津塚小野小町塚がある。また古来より山吹と河津の名所として世に知られており歌枕として多くの和歌に歌われてきた。鴨の町名の家論書である無名称第十七話井手の山吹並び河津に井手町の山吹河津についての言及がある。 ありがとうございます。